こんにちは。今日はね、箱穴周り、久しぶりに天気になったんでね、箱穴周りやってます。捕獲、この間ね、捕獲止め刺し動画上げてから、まだね、箱穴のね、仕掛けをセットしてないんで、そこも一緒に合わせて、撮影します。で、ここのところはね、トレイルカメラ仕掛けてあるんですけど、今ね、ちょっとちらっと見たところ、数日前に、イノシシが、どうやらね、ここのところをやってるのが映ってたので、またね、このトレイルの映像、このトレイルカメラのね、映像と、一緒に、今だ、動画を上げたいと思います。2頭ほどね、また来てたのでね、ここのところを、中に入ってる様子は全然ないんだけど、少しね、ぬかを、かき混ぜるように、またね、シャベルでやって、少しぬかを補充してね、ここのところをやってたんでね、補充して、餌付けじゃないけど、それをやってね、なんとかここも捕獲につなげていきたいですね。それじゃあ今やっていっちゃいます。はい、今ね、扉の奥側ですね。そこのぬかを一番ね、蹴り棒のこっちが奥側へね、かなり入れて、ぬかを、かき混ぜるような、状態でね、ちょっとね、やっぱり、発酵してるような、なんとも言えない匂いはもう出てるんで、ここもね、まあ、うまくすれば、来てるイノシシね、捕獲できるんじゃないのかなと思います。それではね、もう一台ね、イノホイの大きい箱穴の方、ずっとちょっとお天気悪かったんで、そちらの方を、今仕掛けに行きたいと思います。はい、こんばんは。このね、トレイルカメラの映像は、1月31日ですね。それから、今動画の編集やってるのが、2月の4日なんで、4日前、3日前ですか、の、箱穴の前の映像になります。それからね、この1月31日の、トレイルの映像からね、イノシシの姿が、またね、映んなくなってしまったんで、偶然ね、ここへ立ち寄ったイノシシなのかどうかね、なんとか、もう3日ぐらい経ってるんで、また、箱穴前にね、誘引するように、なんとかしたいと思います。かなり警戒してね、箱穴の前に2頭来てるんですけど、1頭もね、箱穴の中に入らないで、やっぱり体勢がね、かなり突っ伏して逃げるような体勢でね、イノシシが箱穴前で、餌を食べてるのがよくわかります。まあ、この箱穴、小さい箱穴なんで、結構、イノシシのね、サイズからね、言ったら、小さい部類の箱穴なんで、かなり、箱穴のね、檻の鉄筋を気にしてるのかなと思います。なんとかね、これもまたね、ここへ引き寄せるような、策でね、
箱穴の中にね、どうしてもやっぱり入ってこない、外側のね、餌だけを食べてるだけで入らせないとね、やっぱり、出たり入ったり出たり入ったりを繰り返した後の、数日後にね、捕獲につながるっていうのが、これまでトレイルカメラ見た中で、そういう動きなんでね、なんとか箱穴の中までね、一歩でも二歩でも三歩、蹴り棒のところまでね、誘引したいと思います。だいたい今4日ぐらい、これで3日4日経過してね、トレイルカメラの方に映像が映ってないんで、一旦その間雨が降ったりなんかしてね、一旦これで引き上げてね、またなんとか、このイノシシを今度捕獲につなげていきたいですね。そういうトレイルの映像でした。はい、この間ね、一頭止め刺しが、やったね、イノホイの、箱穴です。数日間ね、雨が降ってたんで、ちょうどね、この木を入れて、箱穴をね、浮かすような格好で、置いときました。で、今からね、これをまたね、仕掛けを、一からね、ここでね、作っていきたいと思います。相当ね、イノシシが暴れて、イノシシの足跡にずっと水たまりがね、出来上がっちゃったんで、箱穴を浮かしといて、少しね、乾いてるんで、これでね、また仕掛けをね、今からやっていきます。今ね、箱穴の中なんですけど、蹴り棒のこのトリガーですね。トリガーのところへ今蹴り棒をこういう感じで貼って、滑車がついて、やはり、まあ、取れたようにね、斜め掛けでこうナイロンにね、紐を張りました。ちょっとね、ぬかが少ないんですけど、足んなくなっちゃったんでね、今日はここ、まあ、ぬか入れてね、これで、様子を見て帰りたいと思います。ここのところは2つ、イノシシがね、来てて、箱穴にね、結局、まあ、2頭捕獲できたところですね。もう少しね、また誘引できればいいんですけど、トレイルカメラもここへまた仕掛けているつもりです。それではね、今日の箱穴は、ここまでとします。さっきのね、杉林の中でイノシシが映ってる映像、またね、あれば一緒にまた出していきたいと思います。それでは。